抱えている課題、できるようになりたいことを言え。力をコントロールして。個性は自戒するほどの超パワーだったな。副次的な何かこう違う形で発言するようになってて、集中した上で許容出力ギリギリ、これが今扱える範囲です。この力をリスクじゃなく武器にしたい。今考えているのは、新技エアフォースの容量を取り入れることはできないのか。現状僕が負担なしで扱える出力を10から 15% と仮定すると、エアフォースに必要な力は 20%、 少しオーバーするんです。それらを並行処理しながら受けるようにトレーニングはしているんですが、なかなかうまくいかない。君の活躍見せてもらった。素晴らしい個性だね。指を弾くだけであれほどの風圧、難儀な個性を抱えたな。君もこちら側の人間だったか。